どうも、ロドからこんにちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げまーす。おひつじ座さん、お元気でしょうか。英国ロンドンからこんにちは、マリコと申します。今日もよろしくお願い申し上げます。ですね、おひつじ座さんのね、10月をやっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。でですね、まずちょっと最初にお知らせを挟みたいと思います。個人リーディングね。まあ、個人リーディングっていうか、まあ、コンサルティングやってますので、まあ、そういうのに興味あるよっていう方、概要欄の方から弊社ウェブサイトで、のリンクありますので、はい、そちら行っていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。で、私、二日前くらいに、LSE の女性起業家リトリート兼勉強会にね、行ってきてまして、マノーハウスわかりますかね？マノーハウスって中世の、まあ、貴族の人たち、まあ、というか、まあ、領主、要はそこの土地の、なんか、そういう、お偉いっていうか、まあ、そういう人がね、住んでた、館っていうかね、そう、もう、でーっと大きい、ところに、2泊3日で、行ってまいりました。もう本当ご招待していただきまして、ジェシカ・ボーマン・ファンデーションっていうね、ジェシカ・ボーマン財団からのご紹介で、はい、行かせていただきました。ありがとうございます。で、まあ、その時のね、動画も、ちょっとセカンドチャンネルの方にチラッと載せてるんですけど、そっちはどっちかというとビジネス系の話で、ちょっと、まあ、仕事、まあ、そういう話をちょっと、載せてます。これ、今の時代に必要な、まあ、ビジネスのスキルというかね、そういうの載せてますけど、まあ、中の感じも、その、マナーハウスの中の感じも、アーディントンハウスってとこあったんですけど、その感じもちょっと、撮影はしておりますので、まあ、いつかまた公開できたらと思います。で、あとね、三択もやってるので、はい。なので、その場所ですっごい綺麗な場所でね、三択のリーディングもやってるので、まあ、これ、この、十二星座さんが全部終わったら、はい、それ公開したいと思いますので、お楽しみくださいませ。お楽しみにしていてください。よろしくお願いします。じゃあね、おひつじ座さんのね、10月見ていきたいと思いますよ。どんな感じになるんでしょうかね。で、まずね、ちょっとカードの紹介をやりたいと思います。はい、ムナロジーでね。はい、ヤスミン・ボーランドさん、ロンドン在住、ヤスミン・ボーランドさんのムナロジーで、はい、1枚引いてみて。で、次。はい、マーメイドタロットでね、はい、マーメイドタロットちゃんで1枚、はい、見てみて。で、こちらね、はい。解説はいつもの、はい、おなじみ、英語ペラペラ系の、The Ultimate Guide to Tarot Card Meanings ね。はい、これで、はい、解説していきます。で、次ね、はい、皆さん、はい、来まして、はい、マイルギャップ、はい、で、あれですよ、隙間に注意ですからね、はい、このギャップって隙間なんですけど、イギリスで、ロンドンでね、地下鉄で、マイルギャップって言うんですね、地下鉄でね、プラットフォームとかで。そう。乗り降りには隙間に注意っていう感じで。はい。で、こっからね。まあ、これカードゲームなんですけど、それで1枚、まあ、駅が出てくるので、駅が出てきたので、はい。私が何を思うかをペラペラ喋るって感じですね。で、あと次が、はい。最後がこちら。はい。日本の神様カード。我らが日本の神様カードで1枚締めて、やっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。いやー、おひつじ座さん、どんな感じのね、毎日をね、過ごされてるんですかっていう感じですがね。じゃあちょっとね、ちょっとお月様からどんな感じか。ね、最近、ちょうど満月だった。で、ちょうどさ、その、マナーハウス行った時に満月の時だったんですよ。そう。だからすっごいもうやっぱ、すごい良かったですよ。だから、その部屋から、そう、13人くらいの、まあ、女性起業家。まあ、皆さんその LSE 卒業の方なんですけど、まあ、それぞれビジネスやってて、まあ、国も、出身国もいろんな国の方で。で、それで、そう、行って、で、もうほとんど一人一部屋みたいな感じでね。なんか全部で合計、一応公開されてるのでは12部屋、ベッドルーム、寝室があって、で、それであと、まあ、リビングルーム的な、まあ、リビングルームというかダイニングルームの、その、いわゆる茶色張りの、ああいう感じのとか、あと、ちょっとしたなんか読書の部屋みたいなのとか、で、それちゃんと、なんかこう、外が見え、綺麗に見えて、もう外も敷地も広いですからね。川も流れてますし、あとプールもありましたし、テニスコートもありましたし。そうそう。いや、ちょっとじゃあ一枚ね。はい、おひつじ座さん。だからおひつじ座さん、そういうなんかさ、ちょっと、いつもとは違うとこに行くっていうさ、10月いいかもね。まあ、天気もね。まあ、これ見てる人結構日本の人が、日本から見てる人が多いから、ちょっとまあまあいい頃にはなってくると思うんですよね。そうそう。だから、ちょっとなんか、いつもとは違うなんか、ちょっと豪華な体験をしてみるとかね。まあ、私もこれほら、ご招待だったから行きましたけど、そう、なかなかマナーハウスにね、こう、泊まろうっていうのはね。まあ、それこそほら、一棟丸ごと、その LSE ジェネレートっていうんですけど、まあ、その LSE のね、その企業部門が借りたんでね。うん、そうそう。じゃあ行きますよ。
ああ、いいね、いいね。やっぱそういうことか。やっぱ、prosperity lies ahead。これどういうこと？ prosperity lies ahead。これどういうことって言うと、やっぱ繁栄がすぐそこにありますよ。繁栄ありますよってことの先に。うん。だから、その今言ってた、そのなんかちょっと豪華なところに行くといいですよとか、その話なんだよね。で、もちろんさ、その豪華なところに行くために、なんかその、なんかあの、それをやるために、それをやった後に、その支払いがすごく大変だとか、そういうのは困るけど、そういうのじゃなくても、だから例えばホテルでなんかランチするとか、なんかその、そういうのからでもいいし、その、非日常をちょっと味わうっていうのを10月やるといいのかもしれないですよね。うん。なんかホテルのその、なんかその、いわゆるビュッフェとかね、そういうのとかもそうだし、いいと思うし、そうね、なんかそのホテルでお茶するっていうのが来てるんだよね。あとまあ、その遠くのホテルとかでお茶するとか、その、なんか、ありますよね。日本でそういうなんかブランドの星なんちゃら、ちょ、ごめん、ちょっと分かって。そうそう。もう3年半書いてないからさ。で、あと、実際7年くらいはロンドンに住んでるから、そう。で、私あんまりその日本とのなんかつながりが薄いっていうとなんかまあ、薄いわけじゃないんだけど、なんだろう。結構こっちでそんなに日本人と、まあ、その、ちょっと駐在の方とかと、その、まあ、公園で会うとか、そういうのはあるけど、それ以外は別にその、あんまないので、こういう関係が日本語の方とね。そう。日本語喋る方とそう。だからその日本、そうすると日本の事情ってか、まあ、情報もさ、そんななんか、ね、あれな、まあ、なくて、生活してる感じなので、そうそう、そこまで。うん、そうそうそう。まあね、ちょっとね、だから、prosperity lies ahead ってことで、やっぱりその、繁栄が目の前にあるっていうか、あるっていうのもそうだし、あんまりお金のことをそんなに今心配しないような状況になってる人がいるのかな。まあ、ちょっと前までは心配したりしたけど、なんか、最近分かってきたのが多分、押田さんが、なんかお金は結構使えば使うほど自分に戻ってくるというか、自分に来るんだなってことを最近なんか分かった人がいるのかなとも思いますけどね。うんうんうん。ちょっとね、タロットで1枚その、おひつさんのちょっとテーマっぽいね、10月のテーマっぽいのをちょっと出しますね、1枚。おひつさんの10月の、はい、テーマください。そう、私ね、起業家の方にも、7人くらいリーディングしたんですよ、個人リーディング。みんな当たってるって言ってて、てかどうして分かったのみたいな。いや、なんか、あなた才能あるよ、とかって言われて。で、なんか、その会社のそういうプログラム、ウェルネスのプログラム系でも、やったらいいんじゃないか。そういう、だからそういうふうにオファーしたらね。だから、その会社に、だから、要は企業案件としての、要はパッケージとしてね、これをね、その、なんか、だから、あれだよ、なんだっけ、ベネフィットワンとかいうのあるよね、日本で。確か。私が会社、まあ、会社とか組織働いた時、日本でね、もう10年前くらいだけどさ、10年か、まあ7年前か。そう。その時にも、なんかそういうのあったけど、それみたいな感じ、まあ、それみたいな感じっていうか、なんていうのかな。あるのよね、要は会社の、あるじゃない？多分そっちでも、日本でもあると思うんだけど、こっちでも会社の中で、こういう、なんだろう、なんかこの会社働いたらこういうの、なんか例えばジムのディスカウントがありますとか、そう、それの感じで、マリコとのリーディングみたいな、そういうの会社。なんかすごい、やっぱりその、なんていうの？またほら、カウンセリングとかセラピーとは違うじゃない？そのサイコセラピーとはね。そう。でもなんかその、やっぱりその、こう、いや、すごいね。だからこういうのもなんかこう、潜在的に、なんかこう、潜在的なことに、こう、を知るというか、こう、オーラというかさ、なんかその、誰も知れないことを誰かに知ってもらいながら話すっていうのもさ、それもそれでまあ、面白いよね。うん。そうそうそう。うん。まあだから、ね、皆さんほら起業されてるね、ファウンダーズの方だから、そうそう、創設者の方だから、だから、まあなんかその会社とかでね、いつか私のその、このプログラムをちょっと入れてもらって、ちょっと会社のあれに、福利厚生に。ああ、はい、ナイノペンタコースね。はい、おひささん、ナイノペンタコース。うん。ちょっと今来てるのが、今、お金は結構まあまああるんじゃないと思うのね。で、あと、今まだあんまりないですっていう人は安定していくと思うのよ、10月に。っていうのも、最近ちょっと、最近というか、まあ、今年前半はちょっとなんか、出費が多かったというか、出費をしなければならない時があったのかなとは思うけど、まあ、でも、そもそも prosperity lies ahead って、繁栄が目の前にありますよっていうカードがいきなり月の一番初めのカードで出てて、やっぱり一番初めに取るカードって、この今からの、これから行われるリーディングの、なんかこう、なんていうの、こう、導いてくれる感じになってくれたりするんだよね。そう、私の今、経験上ではね、うん。はい。じゃあね、ナイナペンタコーズいきますよ。あ、いいですね。すごいわ、やっぱり。ナイナペンタコーズ。はい、こちらね。これですね。はい、これ、はい。すごいの出たり、やっぱさすがだ、これね。
おひつさん、本当に仕事運とかもそうだけど、恋愛運もそうだけど、お金の金運がすごいよ。10月、金運すごいですね。はい。Abundance, luxury, self-sufficiency, financial independence. あ、いいですね。だからね、これね、最近ちょっと、例えばね、お金を借りなきゃいけなかった。借りなきゃいけなかったって、どっかから、銀行から借りてるとかよりも、家族とか、そういう系からちょっと借りてたりとか、ちょっとなんかその、自分のこのビジネスを動かすためにとか、自分のこのプロジェクトを動かすために、ちょっと今お金がちょっと必要だけど、ちょっと足りない。20万足りないとか、30万足りないで、それで家族からちょっと借りてた人もいるのかもしれないし、まあ、もしかしたら友達から借りてる人もいたかもしれないけど、あんま友達からはやっぱお金借りない方がいいね。うん、基本的に。うん。あと貸したりもしない方がいいと思う。うん。てか、貸したりするんだったらもうあげる感覚よね。うん。3万円貸してって言われたら3万円あげる方がいいね。うん。そうそう。なんか嫌じゃない？友達とさ、そのお金のなんかなんちゃらがあるのって。うん。お金がなんか貸した返しないみたいなさ。もうだったらもう、うん、あなたね、もうずっと友達だし、まあこれからもお世話になるから3万円あげますって。うん。そういう感じでいいと思うね。うん。だからもう帰ってこないと思って。うん。もうあげるって感じで。うん。で、すごいよね、でもこれ。本当に。こことここがもうさ、同じこと言ってるもんね。Prosperity lies ahead っていうのと、こちら、はい、Nine of Pentacles、Abundance, Luxury, Self-Sufficiency。そう、だからやっぱりその Self-Sufficiency のとことか、Financial Independence のとこがすごい来るんだけど、Self-Sufficiency って自分で、やっぱりもう、なんていうの、もう、なんていうのかな、自給自足的なところがあるわけよ、そう。だから、自給自足、発音間違ってない？自給自足、そうそう、そう、自給自足。自給自足。私、東京生まれ東京育ちなんだけどさ、なんかもう、なんか普段英語とか喋ってるからかさ、なんかイントネーションか、なんかいろいろ間違って、self-sufficiency ね、そう、その自給自足の、そう、な感じになってきてんだよね。だから、うん、そうね。まあさ、経済的な自立って、やっぱ自信につながるから、そう、そこがね、うん、だから、これ見てる人で独身の人も多いのかもしれないし、まあ独身じゃない人だとしたら、まあ結婚しててちょっと最近、結構その、例えば誰か、まあ家族、まあご主人でもいいし、誰でもいいんだけど、奥さんでもいいんだけど、に、どっちかに、まあ、パートナーの方に、ちょっとその経済関係をちょっとずっとこう、頼ってたところがあったけど、まあ、10月からちょっとそれにならないというか、そっちじゃない方向で自分からこう、なんかお金をゲットしようとするっていうか、お金をこう、これから私は、まあ、今いきなりなんかゲット、なんか100万ゲットとか、なんか今なんか年収500万とか、そういう年収1000万とか、そういう話じゃないんだけど、なんか、将来的には自分も稼いで、自分もなんかこの家に、ちょっと経済的に、経済的にちょっとこう、助けたいっていうのもあるし、あとなんか今自分のお金も、なんか、欲しいっていうのもあるし、実際できてきて、それをどう豊かに使おうかって話だと思うのよね。うん。いや、でもなんかさっきのさ、冒頭でも話した、私結構このリーディングの、ね、おひつさんの冒頭で結構マナーハウスの話もしてるし、まあ実際、そのマナーハウス行った後にこれ一番初めに撮ってるんだよね。で、まあ私マナーハウスの話とかもそのね、イギリスのそのね、すごいとこに泊まりましたっていう、そういう自慢とかをするつもりではあったんだけど、結構時間割いてるから、それに、このおひつさんね。そう、だから、おひつさんもそういうような、まあ、イギリスまでに来なくていいんだけどさ、とかフランスのなんかとかドイツのお城とかに行かなくてもいいんだけど、日本の中でもそういうようなところ、普段自分が足を踏まないところ、気分上がるよね、そういうとこに行くために、にさ、なんかちょっと服とかもちょっと綺麗な服着たりとか、まあ髪の毛整えたりとか、あとまあ化粧もねしたりとか、そう、やっぱりその非日常を味わうっていうのが、やっぱ刺激的になりますよね。まあ確かに非日常を味わうって結構疲れることでもあるのよ。だから旅行行ったら疲れるのってそういうことなんだよね。やっぱり非日常を味わって楽しいんだけど、やっぱ慣れないこともいっぱいしなきゃいけないわけじゃない？それこそ観光とかもやっちゃうときもあるだろうしさ。そう、うん。そうなのよね。うん。だからちょっともうこれ、もう、書いた。Now you can finally enjoy the fruits of your labor って書いてある。だから、やっとここで、その今までやってきた労働、
まあもう本当労働だよね。もう your labor って本当労働、もう直訳しちゃったけど。本当にそう、今までやってきた労働が、実を結ぶのよ。だからそう、finally enjoy the fruits of your labor ってどういうことっていうと、もうその、やっぱり労働してきたそのご褒美っていうのが来るし、sit back, relax, and enjoy the luxuries and the pleasures of the good life. Money, leisure time, fun, material comfort and rest. いいね。you deserve it って書いてある。そう。やっぱりすごく、10月は本当にゆっくりする時期だと思うの、質さんにとってもね。そう、だからさっき言ったようにホテルでお茶するのでもいいし、ホテルじゃなくても森でお茶するとか、あと森関係のほら森にあるなんかリトリートみたいなのあるじゃない、それこそね、うん。で、あとその海の目の前にあるようなとこに泊まるとか、そう、だからその日帰りとかじゃないんだよね、結構。3泊4泊とかそんな感じなんで、もちろんさ、日本であんまりそういうの、もちろんってかあんまりやらないっていうの知ってるんだけど、10月なんか2泊とか3泊4泊でも何でも1週間でもいいし、そう。それあるといいと思いますね。そう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 。Sit back, relax, and enjoy the luxuries and pleasures of the good life. Money, leisure time, fun, material comfort and rest.、you deserve it.、だから、結構だから走ってきた人が多いんじゃないかなと思いますね、お質屋さん。そう。だから、まあさ、面白いけどさ、このね、LSE のこの女性起業家のこの、これだって一応、リトリートって書いてあるね。一応、LSE Female Founders Retreat って書いてある。まあ、それが名前なんだけど、まあ、本当に LSE あるある。てか、結構 LSE、ロンドンスクールオブエコノミクス大学とか大学院とかって、結構インテンスな感じで知られてるのね。まあ、あと経済で強いんですけど、まあ、ノーベル賞の人もいっぱいいるし、あとまあ、首相になった人とかね、そういう人もいっぱいいるんで、そう。首相とかなんか、そうそう、大統領とかそっち系、そう、なんだけど、まあね、結構インテンスな学校なのでね、まあ、リトリートだと思って、まあ、だと思っては言ってないけど、そういう名前は書いてあるけど、LSE のことだからまたインテンスになるんだろうなと思ったら、本当にその通りでした、みたいなね。結構、やっぱり学びってさ、すごいやっぱ疲れるところもあると思う。やっぱ集中するし、そう。で、いろいろなんかセッションとかもいろいろやっぱあったから、まあ、いろいろ話したりとか、グループコーチングっていう感じで、他の人とコーチングし合うみたいな感じのとか、そう、ビジネスについてね、自分のビジネスについてとか、まあ、書いたのが、financial independence でね、create abundance and independence so that you can take care of yourself in the long term. そう。だからやっぱり、今、10月におひつやさんは、これから先に、長期的にどういう、なんか安定した経済、それを、あれするには、どういうふうに今、何をしたらいいのか。だから新しいコースとか、新しいクラスを取るのかもしれないし、ね。大学にもう一回戻るのかもしれないし、って話よね。まあねそうだね。Where is abundant present? Abundant, where is abundance present in my life right now? って書いて、これすごく重要で、やっぱ感謝する気持ちってことにつながるんだけど、要は、where is abundance present in my life right now? って、そう。今、現在、お人さんのね、目の前である豊かさ、あると思うのよ。まあ、そもそもいつも言ってるけど、3食ご飯が食べれるとか、家があるとか、もうその時点で豊かさになってますから、世界のいろんな人に比べると。そう。で、安心して、ね、仕事に行ける。もうそれも豊かさですから。まあ、通勤とか大変かもしれないけど、仕事があることとか、まあ、日本の生活って、まあ、確かに大変といえば大変なんです。ストレスあるっていうことなんだけど、まあ、ファーストワールドプロブレムって言うんだけど、要はそれって、その発展した、先進国の問題なのね。いろいろと。そうそうそう。なんだよね。Where is abundance present in my life right now? そう。だから自分の、豊かさ、にね、を噛み締めるといいと思いますね。やっぱり、いろいろ変えてみて、何に豊かさを感じてるか、毎週金曜日に友達とご飯行くことに豊かさを感じてるのか、毎週土曜日にね、どこどこのカフェで、カフェと、お茶とケーキを食べることに豊かさを感じてるのかとかね。まあ、こうやってその自由にね、YouTube とかそういうの見れるのに豊かさを感じてるのか。そうそう、やっぱりね、あと、豊かさとかそのなんか人生のなんだろう、楽しみっていうか、そのなんか、よくさ、まあ、悶々としちゃう人とかもいると思うのね。やっぱ生きてて、そう。で、ほら、大人になったら、特に私思うのは、日本人の場合って、教育が、なんかまあ、特にこういうの今見てるこの年代、まあ、まあ、30代、40代、50代、60代とか多いと思うんだけど、そうすると、やっぱり、こう、
学校で結構いろいろ手取り足取り結構教えてくれてると思うのね。いろいろこうしたらこうしましょう、こうした。でもなんかその応用っていうのとか、その人生をどう楽しく生きるとか、なんかそういうことは学んでなかった人が多いと思うんだよ。そのいろんなことでね。で、学んでなかったから、で、今こうやって当たり前だけども、ずっと何年、何十年前からこう、社会に放りな、まあ、社会でこう、いろいろもう活動し始めて仕事したりしてて、で、なんかその自分の生きる人生、生きる意味とか、なんかそういうのをちょっとこう、どうしようって思ったりとか、私は人生生きてるのかなとか、そう、なんせその、幼少期から小学校、中学校、高校とか、まあ、含めてね、まあ大学も含めちゃうけど、日本の場合は、なんか、そこまでその、自分からこう、その、言われたことをやるのは得意だと思うんだけど、日本人。その、自分からこう作り出すっていうこととか、自分がこういうなんか、予期せぬ状況にいた時にどうしようみたいな、それ、特に何もまっさらな時にどうしようっていうのが、多分結構、困惑する人が多いんじゃないかなと思うんだけど、うん。まあ、それにはね、もう、ぶっちゃけもう、やっぱりもう、勉強していくしかないんだよね。で、何を言ってるかって、まあ、本を読むとか、あと誰かなんかのなんか、集まりに行ってみるとか、そう、だからまあ、確かにどっかのね、集まりにピンで行くの、一人で行くのも、なんか勇気がいることかもしれないけど、みんなも結構ピンで来てますからね、一人で来てますから、うんうんうん。で、How can I create financial independence? どうやったら自分が経済的にこう自立できるかって話だよね。で、もしかしたらこれ見てる人で、実家に住んでるのかもしれないし、あと、ね、いや、実家に住んでるって最高ですよ。本当に、マジいいよ。だって、実家に住むとさ、もう食べ物とかもあるしさ、冷蔵庫にも食べ物があるっていう感じでしょ？そうそう、いろいろあってさ、ね、ほんといいですよね、実家。うん。まあまあ、実家住んでるかもしれないし、まあね。で、まあ実家に住んでるんだったらお金も貯まってるだろうから、じゃあそれでね、もしかしたらちょっと手狭でもいいから、ちょっと自分的に心地がいい、なんか、家を、ね、借りる、買うのか家っていうか、まあそういう、いわゆるマンションみたいなね、とこ買うのかとかさ、うん。How can I enjoy the fruits of my labor? うん、そうよね。だから、うん、やっぱその今まで頑張ったご褒美何がしたいって話よね、10月。うん、だからそのさっき言ったホテルとかその話とか、森でのリトリートとか、まあ、いろいろほら日本にも今、いろんなのがあるでしょ、いろんなサービスが。そう。だから、あとね、本当にその自然につながるっていうのがすごく来てるのよ、今。なんかここですごいこの自然の中にある、まあ温泉じゃないんだけど、ここは多分ね、うん。でもなんかその自然の中、まあ、自然の中の温泉とか、温泉のところで2泊するとか3泊するとか、あと、私結構おすすめなのがホステル。うん、これ、日本じゃあんま行かないイメージがあるんだけど、その日本でも。まあ、時々、まあ、行ってるかな。うん。要はホステルだと確かに、まあ、いろんな、いろんなのがあるからさ、その一部屋に4人くらいのベッドがなんか2段ベッドでこうある時もあるし、一部屋、部屋は一人だけど、まあ、トイレとかそういうのは共同だったり、トイレとかシャワーとか共同だったりとかそういうのもあるんだけど、まあ、いろいろあるから、なんかそういうとこって結構外国人も多いですから、訪日外国人とかも。だからそういう人たちとちょっとなんかこう、交流してみるじゃないけど、うん、そういうのもすごくいいと思うんだよね。やっぱりね、今ね、まあ、やっとだよね、おしささんも本当に。うん、やっとって感じがしますね。なんかやっと、経済的にちょっと落ち着いてきたって感じかな。で、もしもそうじゃなかったとしたら、まあ、これから10月はもっとそういう風になってきますからって感じね。うん、じゃあちょっとマインドギャップね。どこの、どこの駅が出てくるのって感じだけど。うん。いやーでもさ、私もさ、まあ個人リーディングでね、まあ最近ちょっとやってて、本当にまあね、マリコさんよくこの、なんか、すごいなんか元気が出る動画やってらっしゃいますよねって言われてさ、で私はさなんかそんな感じでやってないわけよ、なんかそういうのもあれなんですけど、うん、なんか別にそんな元気をみんなに与えたいとかでもやってないし、やってないっていうかなんていうの、別に普通にしてやってるだけなのこれそうそう普通にやってて、別にその結果的にはそうなったみたいな感じ、結果的にはそうなったし、だからいいよね、だから元気が出るチャンネルですって言ってるけど、結果的にはただ本人の私としてはまあリーディングしてるだけなのよねぶっちゃけちょっとそれ大丈夫って感じだけど、あーいいねー、すごいシーンとなっちゃったけど、この家とかこの家シーンとさせてどうするってね、まあうん、いやーすぐね、来ましたからね、直感で、そう。ね、エンジェルなのね。まあ、名前可愛いよね、エンジェルね。うんうんうん。やっぱりその、なんかあとね、雑貨店っていうのがすごい来てんのよ、今、私。なんかこれ見た瞬間に。この辺になん
んか私が行きたいと思った雑貨店があったような気もするんでね。なんか可愛い雑貨とか、そういう感じ。なんかね、可愛い雑貨とかに囲まれたいとか、雑貨屋さんに行きたいとか。だから、なんかちょっと、またね、マブリッジウォーターをね。まあ、私回し物になっちゃってるけど。まあ、そういうのを買うとか、なんかその自分的に可愛いって思うものをちょっと買って、で、さっきも言ったように、まあ、abundance とか luxuries とかあるから、prosperity is ahead, lies ahead で、まあ、繁栄とかはあるんだよね。とか、あと、繁栄とかその luxuries な感じで、なんかお金は結構今ある感じなのね。うん。だから、ちょっとなんかその、別に高いものを買って、なんかそのクレジットカードでなんか次の月の支払いがすごい大変なことになるってことを私言ってるわけじゃないんだけど、なんかちょっとその、高ければいいとかじゃないよ。高ければいいとかじゃないんだけど、いいもので、可愛いなと思ったもので、普段だったらちょっと、これに5000円は払わないんだけど、このマグカップにちょっと5000円払ってみようとか、この何花瓶にちょっと5000円払ってみようとか、まあ1万円払ってみようとかね。そう。まあそういう感じよ。そう。なんかやっぱりその、非日常の感じでもいいかな。なんかそれがね、豊かにするのよね。生活。うん。なんかさ、例えばこのエマブリッジウォーターのもさ、結構高いのね。で、特に、今買ったらこれ結構高いのよ。ただ私は、これずっと前から狙ってたから、去年かなんかの、去年か一昨年の、ブラックフライデー。まあ確かに、まあブラックフライデー、11月下旬に来ますから、そう。で、それで買ったのよ。そう。その時になんかもっとすごい安くなってて、そう。まあ一応名前も入れてもらうので、名前も入れてもらうとちょっとお金もかかるんだけど、そう。でもそれで買って、そうそう。そうなのよ。だから一番底値で買ってはいるんだけど、これ。そう。そうなんでね。だからなんかそういうなんか自分のなんか生活、自分の空間をなんかすごい豊かにするっていうか、自分の空間を、まあね、空間でやっぱ思い出すこととしてはやっぱお掃除かな。うん。だからやっぱ家の中がしっちゃかめっちゃかになってるとかの場合は、やっぱり頭もしっちゃかめっちゃかになりがちになりますから、そう。だから、ちょっとそこは整えて、空間をすごい、もうないくらいに勢いでいいと思うね。で、っていうの何もないくらいが。っていうのも結構ね、あれ、いや、びっくりした、この前。本当にね、なんか、人んちって掃除したみたいな感じで、もうちょっと片付けたみたいな感じで行ったら、本当に気が軽くなったのね。びっくりしちゃった、こう、なんだろう、入った瞬間からもう気が違ったし、で、確かにその見てみると、なんかすごいリビングルームとか見てみると確かに、こう、軽くなってるね。うん、重くないのよ、軽いのよ。そう。で、やっぱ、あと、いつもこれ言ってることなんだけど、まあ、よくそういうスピリチュアル系の人も言ってるけど、やっぱスペース、がないと、それ頭の中のスペースもそうだし、この場所のスペースもそうだし、スケジュールのスペースもそうなんだけど、例えばスケジュールとか詰め込みすぎてたら、楽しいことが入れないのよね。うん。っていうのも、だって、時間ないじゃん。だってもう月曜日から金曜日までこのね、朝からこの時間まで働いてて、で、土曜日もなんちゃらやってて言ったら、この楽しいイベントとか楽しいことが入れないのよ。で、自分が、これもやること、これがやることある、これをやらなきゃいけないから、これが、この楽しいこと、うん、あるけど、でも自分的に時間、まあ、土曜日のこの時間、これやんなきゃいけないんだよね、とかってなってるわけじゃない？まあ、それやんなきゃいけないっていうか、やりたいことならいいんだけど、それが、なんか、いつもなんか、やらなきゃいけないからやってることとかあったりとか、なんかあんまりその、気乗りも、乗らないのに、なんか友達に誘われてお茶行かなきゃいけないとか、ご飯行かなきゃいけないとかだったら、まあ、そういうのはもうざっくり切っていいと思いますね。やっぱりいつも言うことだけど、そんなに時間そんなにないわけですよ。うん、やっぱ毎日忙しいじゃない、はっきり言って。で、そんな、なんか自分、だから我慢してまで、そうそうそう、我慢してまでいろんな人に付き合うことはないかなと思いますね。我慢は禁物だよ、やっぱり。うん、で、わかるのよ、ね、お久さんもそういうのやってあげたいとか、そう、あと、私結構お久さん、結構友達多いから、そう、やってあげたいとか、そういうのもわかるんだけど、まあ自分のね、やっぱり心地よさを大事にっていう感じで、他の人は、自分なしでも生きていけるからさ、ぶっちゃけ。うん、そうそうそう。例えばなんか連絡してきて遊びましょうとかいろいろ言われても、で、それのさ、やりとりも大変じゃない、はっきり言って。メッセージしたりとか、なんか、そう、今日は行きますとか、ね、来週じゃあどうですかとか、それも時間食っちゃうから、で、あっちから返事が来たりとか、なんちゃらとかね。もう自分中心でお久さんいいってことなのよ。だから、もうホテル行ってお茶でも飲んでればいいのよ、そこでね。うん、お茶と、コーヒーとか。うん、そうそうそう。自分だけの時間。うん。じゃあちょっとね、日本の神々から一枚行きますか、お久さん。お久さんにね。
日本の神々から。はーい。1枚ください。これ7枚目にしようか。1、2、3、4、5、6、7。まあ、アバンダンスが来てるからね。あの、豊かさとかが、この前のペンタクルズとさ、あとね、prosperity lies ahead で、これででも豊かさどんどん来てますから、まあ、本当に。いや、すごい、だから、luxuries っていう話が出てたし、やっぱりそういう豪華な感じの10月なんだよね。そうそう。なんかだから、その友達と集まるっていうのでもいいんだけど、まあ友達と一緒にどっかに行くとかでもいいと思うし、友達と一緒にどっかに泊まるっていうのでもいいんだけど、そう豪華なところにね。まあ、あの、日常を離れて、だからもしかしたら家族は置いて、あの、友達とどっか泊まるとか、自分一人だけで2泊3日どっか行くとか、3泊4日どっか行くとか、まあそういう感じですね。まあ、2泊3日でもまあまあね、あの、朝2泊3日も、1日目の朝から早朝から出て、で、3泊目の夜に帰ってくるっていう超フルスケジュールにすると結構充実感ありますから、そうそうそう。おー、出ましたね。いやー、そういうことだね、おしつやさんね。さすがだな、さすがだ、さすがだな、さすが、さすが、さすが。あの、これ、出雲大社系でもあるんですよ。だから、やっぱり、出雲と繋がってられるおしつやさんって最強なのね。まあ、出雲って本当にもう豊かさの象徴だから、まあ、あの、縁結びの神様じゃないのかって話だけど、そう、縁結びの神様でもあるんだけど、豊かさの象徴でもあるんだよね。これ私のただの解釈です。私のただの解釈です。うん、あの、そういうふうには、あの、マーケティングされてないと思うから、マーケティングされてないって、まあ、あの、神社がマーケティング、まあ、関係あるか一応、あの、そう、されてないね。あの、そういうふうには言ってはないと思いますけど、そう、やっぱね、あの、いつもは最強ですからね。うん、最強ですから、だから、あの、だからこうやって、prosperity lies ahead、繁栄来ちゃうよなんだよね。luxuries とか、そう、self-sufficiency とかね、自分が経済的に自立できる。うん。で、あと、あの、abundance だよね。豊かさ本当に来ますよって感じ。で、いろんなものを買ってきますよね。うん。だから別に買えばいいってもんじゃないんだけど、その、いつもだったらこの5000円のは買わないとか、いつもだったらこの1万5000円のは買わないとか、そういうのも買うのよ。そう、買って、そう、それで自分を心地よくさせていく。で、やっぱ豊かなものに囲まれてると、ものとかでね、あの、その、だから私もエマブリッジウォーターのこれで囲まれてることで、豊かになって気分になるわけよ、本当に。そうそうそう。そういうことよ。でね、はい、日本の神々、大国主の神ですね。はい、大国主の神。いやー、すごいよね、これ、出雲系だよね。あの、ほら、全国にいろいろありますから、そうそう、これ系のね、ところが。ちょっとね、これ、あの、解説で見ていきますね。うん。大国主の神、大国主の神。はい、94ページ。ああ、ちょっと、ごめん、ちょっとさ、もう笑っちゃったよ、ちょっと。これ言ってなかったけど、そうだなと思うね。うん。あのね、おひつやさんね、ちょっとやっぱ我慢してたところがあるかなって思う。何に我慢っていうと、そのお金の使い方。うん。やっぱりその自分が、なんかこう、なんていうのかな。いや、お金も貯めなきゃいけない。いや、それはそうよ。お金は貯めといた方が本当にいいと思うし。あの、おっしゃる通りですって感じだと思うし、そうなんだけど、今、その10月に関して言えば、もう使う時に来てるのかなって思うのね。そう。っていうのも、やっぱ本当にもうここまで出てるわけじゃん。もうつまりこっから。prosperity lies ahead とか、そのね、あの、luxuries とかね、luxuries な、もう本当に。そう、もう来てるし、で、なんでかっていうと、それがおしつやさんが本当は求めてることなんだよね。あの、そうやって、その、豊かな経験とか、なんかこう、ご褒美とか、なんかその、こう、五感を全部使ったなんちゃらとか、なんかその、で、心地よくいたいとかね。そう。で、じゃあ、神社から行きますよ。はい。神社、島根県出雲大社、和歌山県大阪府、長野県秋田県の大国主神社。で、奈良県大宮神社、石川県桁大社、で、香川県、が、これ私が読めないあれよ。ちょっと調べなきゃ。これ、金ピラ宮。ごめん、違ったらごめんなさい。金、お金の金に、比較の日に、らは難しいらに、宮ですね。などに祀られています。で、テーマが、ハートの真の強さ、意識的に生きる、自分に与えられている目的。で、なんで、このね、ハートの真の強さとか、意識的に生きるとか、自分に与えられている目的で、私が、その皆さんの、欲求とか皆さんお金使ってくださいって言うかっていうと、なんかそれが本当は自分が求めてることなんだよね。
とか自分に与えられてる目的っていうか、なんかその、お金を使いこなせる人と使いこなせない人がいるのよ。うん。でも、おひさんはね、使いこなせますね。うん。まあ、使いこなせる、使いこなせないとかじゃないとは思うんだけど、うまくできる。要は、その、例えば、こういう、何、繁忙期みたいな時にホテルを予約するんじゃなくて、同じ経験だったら、まあ、むしろその空いてる方がいいわけじゃない？だって空いてる方の時の方がスタッフはやっぱり良くしてくれると思うからね。繁忙期だとやっぱり、まあ、繁忙期は繁忙期で、そのホテルのスタッフとかも見てると思うけど、もちろんね、とか、もっとちょっと、スタッフ増やして見てたりとかすると思うけど、やっぱり、意識がさ、やっぱりそこまでいかなかったりするし、で、特に人がそこまで、そんなにすごい大きなホテルとかに泊まるわけじゃなかったり余計ね、うん。で、あと、値段もほら変わってくるし、繁忙期に行くときと、そうじゃないときに行くのだとね。そう。だからそういう感じで、なんかそういう節約っていうか、そういうこともしながらホテルも予約していくって感じ。そういうのがうまいね、お寿司屋さんはね、結構ね。そうよね。うん。いや、どっか行きますね、お寿司屋さん。うん、うん、うん。どっか行きますね。なんか小旅行的なのかな。うん。そんな別に家から2時間以内だね、電車で。うん。だから東京の人が長野に行くとか、まあ、そういう話。うん。はい。大国主の神ね。はい。ハートと繋がりなさい。ハートと繋がれば、あなたの真の姿が見えてくる。あなたのハートが本当に何を求めているのかを知り、意識を持って生きなさい。ハートから生きる存在を打ち負かせるものなどない、いないのです。そしてあなたの国、水と緑豊かなこの日本を愛しなさい。今、ヤマトとの波動を感じるべき時が来ています。やっぱりその日本の神々って、まあもう出雲大社が出てきちゃってるから、もう要はこれね、お国主の神って要は出雲大社だから、そう、だから、水と緑豊かなにこの日本を愛しなさいなんだよね。だから日本のこの美っていうか、もう本当もう世界本当にいろんな国ありますし、私もいろんな国住んでたし、いろんな国行ってるし、行ってますけど、日本ほどいいとこないよ。やっぱもう全然違うもん、レベルがもうなんかもう、どの国行っても、なんか、日本のなんかもう、なんだろうね、なんか違うんだよね、もうなんかもう、こうなんか、こう、いろんなものが、うん。いやー、日本を愛しなさいだよね。だからその、なんかそういうさっき言った、まぁ、ちょっと逆に、いつもとは、その、まぁ、ちょっとラグジュアスな感じとはちょっとそのね、離れるかもしれないけど、いわゆるそういうホステルとかに泊まったりもしてみて、他の訪日外国人と、こう自分なんか日本の良さをこう話して、日本の同じ外国人に日本の良さを話してみたりとか、まあそのホステル泊まらなくてもいいんだけど、なんかそういう機会があればっていうのもあるんだよね。まあそれかお店やってるのかもしれないし、そう、うん、なんかあとなんかさ、いきなりなんだけどアルバイトを始めるっていうのがなんか来ちゃってるんでね。なんかそれがわかっ、これ今直感で降ってきたんだけど、なんかね、私直感とかで降ってくるのね。本当降ってくるのよ。うん。降ってくるっていうのか、降ってくるなのか、どっちなのかわかんないんだけど、そう、この前その、起業家の方たちにリーディングしてる時も、なんかキーワード的なのがポンって降りてくるのね、こっちに。そう。で、それとともにアルバイトというか、まあ、それがボランティア的にやるのかもしれないんだけど、アルバイトとして、まあ、ちょっとお金をもらえるのかもしれないんだけど、なんかその日本を広める関係の何か、もしかしたらそれ日本の、なんかその、その辺の、なんていうの？なんかガイドいるでしょ？なんかボランティアガイドみたいな、そういうのやってるのかも、やってくのかもしれないし、うんうんうん。まあもうここに書いてあるハートと繋がりなさいだよね。うん、だから、あなたのハートが本当に何を求めているのかを知り、意識を持っていきなさい。だから、お羊座さんすごいそういうさ、なんか、豊かな時間を過ごすっていうのすごい好きだと思うのね。そう、五感を使って豊かな時間にとか、ホテルに泊まったりとか、そういうこと。だから、そういうことがね、10月にね、できればなと思いますね。なんか、まあ、自然いいよね。で、なんかちょっとやっぱジャーナリングかな。これいつもの話になっちゃうんだけど。うん、そうそうそう。まあ、やっぱりこう日記書いてさ、自分がどういう風な生活をしたいか、こう夢見てっていうか、そう、夢見んのただですからね。無料ですし、しかも誰に何言われるでもないしさ。まあ、もしもそういうの気にしたらね。まあ、そういうことも気にする必要もないけどさ。そう。夢見てさ、いや、いつも言ってるけど人生これからですよ。まだまだですよ。だから私もまだまだと思ってるから、まあ、それは、まだまだと思ってると思うけどさ。まあね。
おひつやさんのね、11月おひつやさん、こんな感じになりました。いかがだったでしょうか？いかがだったでしょうか？なんかね、参考になったよって方いらっしゃいましたら嬉しいですよ。はい。で、チャンネル登録などもね、お待ちしておりますので、もうかなり、あ、そうそうそう、1万人、1万人行きましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、行くだろうなと思ったけど、そう、ちょうどそれこそマナーハウスに行った時に、満月の時でマナーハウスの、時に、に滞在した時に、1万人達成したんで、なんかそれもなんかすごいいいなと思って、うん。気分良かったですね、うん。まあ、もちろんね、私、ありがとうございます、本当皆さん、本当に。で、私も、YouTube、いつも言ってる話なんで、YouTuber になりたいわけじゃないから、そのチャンネル登録者がなんちゃらとかじゃないんだけど、私がいつも言ってるように、このメッセージを必要な人に、このメッセージを必要な人に届けばなって思ってるんですよ。このいろんなね、星座やってるけど。で、隣の大志田さんはね、この前2万3000円か2万4000円くらいの視聴回数が回って、9月分がね。まあなんでかっていうと、クールチカさんが、ね、紹介してくれたかっていうのが、すごい、もう本当ありがとうございますなんですね。本当、あるんだけど、でも逆に言うと、知られた場合は見られるんだなっていう話なんですよね。まあこれはまあ薄々分かってあった話なんだけど、そう、だから時間をね、だからそれを何が言いたいかっていうと、やっぱその、もう時間の問題だっていう時があるのね。その、いろんなことで。うん。で、やっぱり、時間の問題でどんどんこのチャンネルとかも、まあ、増えてくると、露出も出てくる。露出っていうかね、どんどん YouTube でもおすすめに上がってきたりして、いろんな人に知られてっていう話になってくると思う。で、あと、誰かが紹介してくれたらそうなるっていう感じの、まあ、そういう運命のチャンネルだ。そういう運命があるチャンネルだとは私は思ってるんでね。はい。まあ、皆さんもだから、そういう感じでね、だから、時間がこうかかるときはあるけど、ただそこに、もう道は用意されてるっていうことだかな。うん。だから、道は用意されてますよ、いろいろと。うん。用意されてますので、うん。そういうことをね、ちょっと自信持っていただけると、と思いますよ、おひつやさん。はい。じゃあ、ここまでご覧くださいまして、どうもありがとうございます。で、皆さんのね、おひつやさんの皆さんのね、幸せと毎日、健康とかね、毎日の楽しい、充実した毎日っていうのを、はい、英国ロンドンからお祈り申し上げております。ここまでご覧くださいまして、ありがとうございます。またお会いできますと幸いです。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。